はい、こんにちは、116ウィンズです。ここ最近の MLB はサンクスギビングということもあってか、ややお休みモードな感じで、選手の移籍等も割と静かな状態が続いていますが、ただオフといえば FA 契約やトレードがやはり醍醐味ですよね。時にトレードはチームの未来を良くも悪くも変えることがあり、今思えばあの時のあのトレードは本当に大きかったなと思う瞬間もある反面、必ずしも思惑通りにいかず、時に一方的な結果を生み出すこともあります。今回はそんなトレードに焦点を当て、一方のチームが大きく力をつけたトレード、今の球界のパワーバランスに大きな影響を与えたトレードを振り返っていこうかなと思います。なお、どんなトレードであってもそこに至った背景があるはずですが、今回は基本的に結果論でお話ししますので、その点はご了承いただけると幸いです。それでは見ていきましょう。はい、まずは2016年6月に成立したパドレスとホワイトソックスのトレード。ホワイトソックスが先発投手ジェームス・シールズを獲得し、パドレスが2人の若手選手を獲得しました。当時のホワイトソックスはセール・キンタナに次ぐ先発投手を探していたところで、パドレスが大型補強して臨んだ2015年シーズンから1年でチーム解体に舵を切ったことで、シールズの移籍が実現した格好ですね。シールズの成績は少し下降気味ではあったものの、プレイオフでの経験も豊富で、ビッグゲームにも強いことはホワイトソックスに好影響を与えると思われていました。一方でパドレス側の見返り、当時17歳のフェルナンド・タティス・ジュニアが入っていますが、この時まだプロでの出場経験はなかったものの、元メジャーリーガーの父を持ち、これからどんな選手に成長するかは未知数でありながらも、潜在能力自体は評価されていました。ただね、ここから球界のスーパースターが誕生するとはという感じですよね。パドレス移籍後にマイナーで頭角を現したタティスはすぐにメジャー有数のプロスペクトへ成長し、2019年にメジャーデビュー。以降、たびたび怪我に悩まされながらも、ショットとしては極めて高い打力を発揮し、昨年は42本のホームランでホームラン王にも輝きました。チームもタティスの登場に合わせるかのように大型補強に出ましたので、パドレスが再びコンテンダーに前戻る道もタティスの存在によって開いた印象もありますよね。まあこれだけの選手でありながら禁止薬物使用で出場停止処分を食らってしまったのは極めて残念ではありますが、一方でホワイトソックスに移籍してからのシールズは成績低下に歯止めがかからなくなり、一気に衰えてしまいましたので、タティスのそういった問題はあれど、トレード自体はパドレス側の大勝利であることに変わりはないでしょう。続いては2016年8月に成立したアストロズとドジャースのトレード。ドジャースがリリーフピッチャーのジョシュ・フィールズを獲得し、アストロズはマイナーのファーストヨルナン・アルバレスを獲得したトレードです。トレード直前のフィールズは防御率 6.89 と打ち込まれていましたが、この前年は結果を出していましたので、ドジャースとしてはブルペンのデプス確保が目的のトレード。このトレード、アストロズ側が当初同じキューバ出身で、前年にドジャースが多額の契約金を支払って契約したヤディエル・アルバレスを欲しがっているとドジャース側が勘違いして、一度トレードを断ったそうなんですが、よくよく確認してみると、アストロズが要求していたのはまだマイナーでのプレー経験もなかったヨルダンの方だったので、 OK した経緯もあるみたいですね。しかしアストロズはヨルダンの才能を見抜いていました。もともとドジャースとの契約前にも注目していたものの、ドジャースと同額の契約金を用意できずに獲得できなかったみたいなんですが、フィールズのトレードでついにアストロズ入りが実現。トレードから3年後の2019年に MLB デビューを果たすと、この年87試合の出場ながら27本もホームランを放ち新人王。膝の問題などでたびたび離脱することもありましたが、正確無比なバッティングでアストロズ打線の中軸として活躍し、今季も WRC プラス185と、普通だったら MVP なれるような化け物じみた成績を並べました。勝負強さも兼ね揃え、今年のワールドシリーズ第6戦ではチームを世界一へ導く一発を放ったのもまた印象的ですね。ほんと、こんな選手をリリーフピッチャー一人で獲得するんじゃないよ、全く。ドジャースの編成トップアンドリュー・フリードマンは、普段は他球団を後悔させる天才でありますが、そんな彼が珍しく後悔したトレードであると後に語っています。アストロズはもう一件なかなかに一方的なトレードを成立させています。それが2017年8月末に成立したこちらのタイガースとのトレード。アストロズの成功の裏側を描いた本アストロボールでもこのトレードに関する詳しい内容が書かれていますが、当時地区首位を走りながらも調子が下降気味にあったアストロズにインパクトをもたらす存在としてバーランダーを獲得。この年バーランダーの移籍の噂は何度か出ていましたが、バーランダー自身がトレード拒否権を持っていてなかなか成立してこなかったのがようやく成立したと。タイガースはアストロズ傘下のプロスペクトトップクラスにいたタッカーやウィットリー獲得は叶わなかったものの、当時のルーノー GM がなるべくなら手放したくなかったフランクリン・ペレスを含む3人のプロスペクトを獲得し、将来に備えるトレードとなりました。まあその後のバーランダーについては特に説明もいらない気がしますが、アストロズに来てからも変わらぬエースぶり、むしろさらに一段上のピッチャーとなった印象で、30代中盤にして毎年サイ・ヤング賞争いに加わるくらいに、2018年34先発、防御率 2.52 でサイ・ヤング賞投票2位、
2019年も34先発、防御率 2.58 でサイヤング賞。2020年にトミージョン手術を受けた影響で2021年は全休しましたが、今季完全復活を果たし、再びのサイヤング賞受賞。ねえ、トミージョン手術明けの39歳のシーズンで防御率 1.75 ですからね、どうかしてますよ。プレイオフで思うような結果をなかなか出せていない点が数少ないマイナスポイントで、基本的にはこの間のアストロズの圧倒的な強さを支えてきた選手です。タイガース側の見返りのメジャーでの貢献がゼロに等しいので、このトレードはアストロズがただ一方的に強くなる、なかなかの格差トレードとなりました。続いては2018年1月に成立したブルワーズとマーリンズのトレード。このトレードでブルワーズはクリスチャン・エリッチを獲得し、マーリンズは4人のプロスペクトを獲得しました。この年のオフのマーリンズはスタントンやオズーナといった若手外野陣を次々放出し、エリッチに関してもファイアーセールの一環で移籍となりました。ブルワーズは当時若い外野手がそれなりにいたものの、このトレードでイエリッチ、さらにこの後 FA でロレンゾ・ケインを獲得するなど、実績のある選手へシフトし、本格的に地区優勝を狙いに行っていたのもまた記憶に残っていますね。一方でマーリンズはまあファイアーセールはもはや慣れた感じで、ブルワーズのトッププロスペクトのブリンソン含め4人の有望株を獲得し、次の世代に備えるトレードとなりました。マーリンズ時代のイエリッチはアベレージを残して20本くらい打てるいい選手という印象でしたが、ブルワーズ移籍後にパワー面が開花。移籍初年度の2018年はキャリアハイを大きく更新する36本のホームラン、OPS10 割ジャストとこれまでのイエリッチの印象をガラリと変える強打を発揮し、初めてのオールスター選出、さらには MVP も受賞。この変貌ぶりには当時驚いた方も多いのではないでしょうか。2019年は MVP イヤーの2018年からさらに一段上のバッティングを見せ、130試合で44ホーマー、OPS11 割、シーズン終盤に骨折しなければ2年連続 MVP も狙えたはずでしょう。エリッチが来てからブルワーズが4年連続でプレイオフ出場できた一因に彼の活躍も挙げられるのかなと。まあただ2019年オフに9年総額2億1500万ドルの契約延長を結んだ直後から成績が落ち着き始め、今季もウィンザボリプレイスメント 2.7 と2018年19年頃を考えると寂しい成績に終始している点はちょっと残念ではあるんですけどね。ただマーリンズに移籍した4人が全く活躍しなかったので2018年19年の活躍だけでも十分とも言えますが、続いては2018年12月に成立したカージナルスとダイヤモンドバックスのトレード。強豪カージナルスにしては珍しく3年連続でプレーオフ進出を逃したオフに、待望の主砲としてポール・ゴールドシュミットを獲得し、ダイヤモンドバックスは3人の若手とドラフト指名権をゲットしました。とにかく打線を強化したかったカージナルスとしては、ゴールドシュミットという最高の中軸の選手獲得を実現させ、一方でダイヤモンドバックスからすれば契約が残り1年のゴールドシュミットを使って先発で高い期待を受けていたルーク・ウィーバーやモリーナにブロックされていましたが、トッププロスペクトのキャッチャーカーソン・ケリーが中心のなかなかのパッケージを引き出すことに成功した感じですかね。でカージナルスに来てからのゴールドシュミットはというと、チームが期待していた主砲の姿そのもので、移籍後毎年 MVP 投票で得票する活躍も見せましたし、年齢が30代中盤に差し掛かってはいますが、ここ2年間の成績も上々。今季は34歳のシーズンにしてキャリアイヤーとなりまして、151試合で打率3割1分7厘、ホームラン35本、 WRC プラス177で初めての MVP。 ゴールドシュミット獲得後、カージナルスは再びプレイオフの舞台に前戻り、4年連続進出という点も含めて彼の補強は効果的だったのかなと。ウィーバーがアリゾナで大成せずにすでに退団、ケリーは悪くはないものの、元々の期待を考えたらまだ物足りない成績なので、まあ、何度過去を繰り返したとしてもカージナルスはこのトレードをしていたと思います。カージナルスはゴールドシュミット以外にアレナドも彼の価値を考えたら比較的安めの見返りで獲得しており、打線の中軸のスター選手いずれもトレードで獲得しているんですが、そこまでの対価を支払わずに済んでいるのは羨ましい限りですよね。続いては2020年2月に成立したドジャースとレッドソックスのトレード。ベッツとの契約延長を断念したレッドソックスが、プライスの大型契約もドジャースに引き取ってもらいながら、ベッツを放出したトレードで、2019年のオフ最後の最後に成立したブロックバスタートレードでしたよね。レッドソックスとしてはもはやベッツを引き止められないのであれば、可能な限り将来の金銭面の余裕を作り出すのに彼を使った感じでした。ドジャースは2017年、18年と2年連続でワールドシリーズまで進むも敗退、2019年はディビジョンシリーズで敗退と、圧倒的な戦力を誇りながらも頂点をつかみ取れない状態が続いており、ある意味方針の転換としてその圧倒的なデプスを削って、ベッツというスーパースターがもたらす価値、世界一へのラストピースとなることに期待してつぎ込んだトレードでしたね。そして実際にベッツは世界一へのラストピースでした。レギュラーシーズン、プレイオフでダイナミックな活躍を見せ、ドジャース32年ぶりの世界一に大きく貢献。昨年は怪我などもあって成績を落としましたが、本季は142試合でホームラン35本、 OPS8 割7分3厘、ウィンザボリプレイスメント 6.4 と、実にベッツらしい成績を叩き出し、まあさすがのオールラウンダーぶりでした。
レッドソックスに移籍してからのバーデューゴもレギュラーとしてしっかり貢献しており、今後ダウンズの成長も見込まれることから、レッドソックス側の対価も全然悪くはないんですが、ただすでにウィンズアブリプレスメントでかなり差がついているような状況、どうやってもベッツと釣り合う選手はいなかったと思うので、これ自体は仕方ないんですが、今考えてもただでさえ強いドジャースにベッツをプラスしたら球界のパワーバランスも壊れますよね。そらドジャース去年レギュラーシーズン106勝、今年111勝しますよ。最後は同じ日に成立したマリナーズとパドレスの2件のトレードなんですが、同じ日なのでまとめました。パドレスがキャッチャーのアップグレードとしてオースティン・ノラ、さらにリーフピッチャーを3人を獲得し、マリナーズはタイ・フランス、アンドレス・ムニョス、テイラー・トラメル、ルイス・トレンズ、マット・ブラッシュを獲得しました。2020年久々のプレーオフ進出が狙えそうなパドレスは、トレードデッドラインで一気に大型補強を仕掛けて、マリナーズも当初ノラを出すつもりはなかったようなんですが、パドレス側のオファーがあまりに良かったため断られなかったとか、当時再建中のマリナーズから見ればキャリアイヤーを送ってはいたものの、すでに30歳のノラをメインに近い将来の主力候補を大量に獲得したトレードともなりましたね。マリナーズが手放した選手たちも元々ほとんどコストをかけずに獲得した選手たちばかりだったので、当時の私はこれを錬金術トレードと呼んでいました。そしてこのトレードはマリナーズの再建を大幅に早めるトレードになったと思っています。フランスは打線の中軸へすぐに成長し、今年はオールスターに初めて選ばれましたし、ムニョスとブラッシュは共に今季のブルペンを支える大きな存在に、2人とも試合の重要な局面を任せられるようなピッチャーに早くもなってくれました。トッププロスペクトとして評価されていたトラメルはまだまだ荒削りな部分はあれど、控えの外野手として使うにはもったいないくらいですし、トレンズは先日ノンテンダーになってしまいましたが、昨年2021年は15本のホームランを放つなど、打撃面で予想以上の活躍を見せることもありました。全員がメジャーで貢献し、そのうちフランス、ムニョス、ブラッシュは主力、今季21年ぶりのプレーオフ進むにあたって誰一人として欠けることはできなかったと思います。そういう意味でやっぱり再建を早めたのかなと。パドレス側もノラは投手陣からの信頼も厚く、捕手として悪くはないものの、マリナーズ時代ほどのバッティングはできておらず、リーフピッチャー3人はすでに退団済みであることを考えれば、このトレードによって得たプラスの差はこれからどんどん広がるかもしれませんね。という感じでいくつか見てきましたが、本当に今のチームに欠かせない選手たちがこのような形で動いた結果、戦力構図が変わった部分もありそうですよね。特にスター選手のトレードは概ね獲得する側が得しているような印象もあり、このあたりはプロスペクトの将来がいかに不確定なものなのかも物語っている気もします。今年の冬も後にこのトレードがターニングポイントだったなと思うものが成立するのか、もしそうなら今から楽しみですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLB に関する動画上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。